はい、皆さんこんにちは、大輝の器チャンネルです。本日は時計ね、6月18日、はい、6月18日月曜日、今から午後5時42分に、はい、46分ですか、はい、ビデオ撮ってます。6月18日月曜日、大阪の方で朝ですね、大きな地震が起こりましたね。いや、びっくりしましたね。滋賀県も、甲賀市も信楽町もですね、まあだいぶ揺れました。揺れたで震度を見てみると、滋賀南部が5弱で、大阪の方で6マイナスですね。あの阪神大震災の時が神戸で6なんですね。あの時、6とかあの6マイナスとか5プラスとかそういう分け方してなかったんで、阪神大震災の神戸の地震で6っていうのができたんでしたね。ちょっとごめんなさい、分かりませんけど、はい、非常に大きな地震で、滋賀ラッキーはですね、まあ、こんなこと言うと油断して本当は良くないんでしょうけど、ある程度地盤が硬いのかもしれないですけど、そんなにね、めちゃくちゃ揺れるっていうことがないんですよ。まあまあ油断してはいけませんけどね、阪神大震災の時はめちゃくちゃ揺れましたけども、はい、今日の揺れにしてもあの家結構揺れました。ガタガタって揺れたんですけど、なんか物が倒れるとか、あれですね、戸が開かないとか、それこそ塀がね、なんか倒れるとか、そういうことなかったんですけども、はい、なんか滋賀、うちもですね、大輝の器、坪八の工場もですね、なんていうんですか、石膏型とかが、陶器とかですね、あの生土の陶器状態とかを、ね、たくさん置いてるんですけど、どれもあの石膏型にしろ、乾燥させてる陶器にしろですね、崩れることなく、皆さん、はい、無事で、はい、なんとかなりました。でもFacebook とかに上がってましたけど、ね、高槻にいる僕の知り合いがですね、まあ、やっぱりもう家の中がめちゃくちゃになって、会社に行けないというふうに言ってました。今日片付けで一日終わると思いますみたいなこと言ってたんでね、北摂の方はだいぶ揺れたのじゃないのかなというふうに思います。日本はですね、何て言うんですか、まあまあ20年に1回ですね、20年に1回やっぱり何千人っていう死傷者の出るような地震が起こる、やっぱ地震大国ですんでね。で、あとは年に1回あるかないかぐらいの頻度でやっぱり大きな地震が各地でね、やっぱり起こって、その死傷者が出るっていうような地震がたくさんある。日本は平和だ、平和なんですよ。戦争はないけど地震があるっていう、まあ言うたら地形のね、地形のあるところの国に住んでね、やっぱりちょっと地震についてはですね、やっぱりちょっといろいろと心づもりしとかなあかんなっていうふうに思います。やっぱりそんなこと言うで何もね、やっぱりね、できてなかったりしますんでね。でまたね、これね、地震っていうのはこれ皆さん今ね、これがこの前の熊本の地震がそうやったんですね。2回目に揺れたと、1回目で結構揺れたけど、2日目の2回目で揺れたのが大きな地震で、あれが本震だったっていうんで、また注意してくださいっていうふうにね、ツイッターとか見たらいろいろありますけどね、あんまりね、やっぱ地震っていうのはですね、一切予知はできないんですよ。一切予知できない、もう予知はできないっていうふうにもう決めたんです。東海地震、1970年代ぐらいから地震対策で、60年代から70年代ぐらいまで、首都直下型の、言うたら第二次関東大震災ですね、第二次関東大震災を最初は、ね、予知しようとしてたんですよ。地震の学会が予知できるって言ってて、予知しようとしてたんですけど、それがついこの間ですよ、10年ぐらい前じゃないですかね、もう予知できひんっていう風になって、もう全身を感じて、アラームですわ、アラームを鳴らして、その1分間の間に、本震が来る1分間ぐらいの間にアラームを鳴らして、1分前ぐらいにアラームを鳴らして、その間に初期動作で被害を軽減するっていう風に、もう国の対策の方針が変わってますんで、一切予知できないんで、デマね、いろんな、それを SNS 上で、まあ、やっぱ熊本の件がありますんで、それはないとは言い切れないんでしょうけども、気をつけようとか、備蓄をしとこうとか、備えとこうっていうのはいいんですけど、それが行き過ぎてですね、次起こるぞとか、2日後とかが危ないぞとかっていうのにはですね、惑わされない方がいいと思います。地震っていうのは一切予知ができないっていうふうに、もうこれ、今はですね、地震の研究でももうそっちで結論付けられてるぐらいの話ですね。今の科学では地震は予知できないと。何月何日、どこどこで、マグニチュード何の地震が起こるっていうことはもう予知、そんなことはできないっていうふうに、まあ今は、はい、もう決定っていうか、そういうもんだというふうに。が常識になってますんでね、ぜひ気をつけていただきたいなと思いますね。はい、ですね、私まだ地震ちょっと朝からぐらぐら揺れてはすごかったなと思ったんですけど、やっぱりね、皆さん別に何ですか、これ、まあ、僕ねよう挙げてるんでこう言うてるんですけど、日本沈没、これねやっぱりね読んだ方がいいと思うんですよ。今日改めて感じました。
やっぱりね、まあ SF エンターテインメントなんですけども、日本人の、この小松左京先生の、日本人が地震に対してどういうふうに思ってるかとか、地震っていうのは一体何なのかとか、災害、日本人と災害の、まあ言うた関係性とか、取り組み方とか、ね、それこそあれですわ、対策のシミュレーションみたいなのね、やっぱこと細かく書いてるんですよね。これ書かれたの1970年代の初めの小説ですんで、ほら今の最新の、なんていうんですか、避難の仕方とか、対応策とか、あとその、言うたら学問としての、地震学として、まあやっぱり、古いところもあると思うんですけども、でもね、これ以降ね、やっぱあんまりないんですよね。やっぱり地震とか災害に対して日本というのは一体どういう、日本人っていうのはどういう取り組み方をするのかとか、どういう動きをするのかとか、どういうふうに考えればいいのかっていうような地震文学みたいなもんで、日本って、まあ、ちょろちょろはね、SF であるんですけどね、この言うた日本沈没2回の話あるんですけどね、まあ、ここまでやっぱこれを超えるような、シンボライズされてるようなもんでないと思いますんでね。僕は思いましたね。やっぱりね、日本人なら、読んどいた方がいいんじゃないかな。地震っていうものが何かっていうのがね、非常に、地震の、なんていうんですか、メカニズムとか、いうのが初歩的に、初期的にすごいわかるし、プレートの関係とか、初期的にわかりますんでね。読んどいたら、心の準備が違うというふうに思います。はい。確かにまだまだ余震があるかもしれませんし、それはもうどうなるかわからないですけども、まあ、決して皆さん、はい。デマですね、デマだけには、惑わされないようにと思います。しがらきの大気の器は何も、大丈夫でした。はい、びっくりしました。しがらきがこんだけ揺れるのは久しぶりじゃないでしょうか。はい、それでは皆さん、またこれから明日からもですね、平穏な日々があろう、平穏な日々が、続きますようにと願って、終わりたいと思います。デマがあかん、予知があかんっていうのが言ってますけどね、ちょっとこれ脱足ですけども、東南海の、南海プレートの地震はもう、今後30年で 70% の確率で起こるというふうに、これ政府がもう発表してますね。政府が確か発表してると思います。もう言ったらもう確実に起こるぞっていうぐらいに言ってます。この大きな地震で、それぐらいのスパンでの予測、それも当たるかどうかわからないっていう予報ですね、予測じゃない、予報ぐらいしかできないんです、地震っていうのはね。で、プレート型の、かなりストレスが溜まってるっていうのはもう、事実らしいんで、それがもういつ起きてもおかしくないっていう状態ではあるらしい。でも、確実に何月何日、何年の何月何日のここの地点で、震度何が起こりますとかいうのはもうほぼ出ます。そんなことは絶対わからない。ものすごい長い期間の中で、プレートですね、活断層の動きまだまだ分かってないです。言うたら太平洋プレートのこの狭間でいろいろ観測してたらデータが出てると。これは言うたらストレスが溜まってるで、こうぐーっと、ね、プレートがこう、このユーラシアプレートと太平洋プレートがこう挟まっていってるんですよ。で、ここでストレスが溜まってる。で、このストレスの発露がやっぱ30年以内にはあるんじゃないかと。それがやはり疑われるし、それをもとに、やっぱりこれからの、防災計画とか、国の行政とかを進めていった方がいいですよってのは、ちゃんともう警告をね、もうそれはちゃんとした学会とか、もう政府のその会議が出してますんで、やっぱりね、心づもりだけはしといた方がいいと思います。今日朝思いました。はい。それでは皆さん、はい。おっさんが一人で、地震にちょっとびっくりしたっていう話でしたけども、はい。それでは皆さん、今日の大事な嘘チャンネル終わりたいと思います。ぜひですね、やっぱ地震国日本、これ皆さん、やっぱ日本どいたら、エンターテインメントですから、読んどいた方が、いろいろと、役に、ね、心の中で役に立つと思います。それでは皆さん、さよなら。